皆さんこんにちは、三原一太です。稲荷です。1ピリへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、本日は歴史の闇シリーズでございます。はい、闇シリーズ来ましたよ。本日取り上げたいのは毒でございます。ポイズン、ね、言いたいことも言えないこんな世の中でございます。本当ね、毒についてのお話、歴史をこういろいろ見ていくと毒が出てくるシーン多々ございます。そうだ、今日はそういったシーンをちょこちょこと取り上げてね、皆さんとこう共有できたらいいなと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、1ペリエでは歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアできればいいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、そして通知ボタンの方お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、毒でございます。毒、はい、やっぱりこの歴史をね、いろいろ紐解いていきますと、うん、まあ、暗殺に使われるってこともありますけれども、うん、それ以外のシーンでもいろいろと毒というものが出てくるシーンが多々ございます、うん、これはもう洋の東西を問わずですね、古くはギリシャのソクラテスが毒を仰いで死んだっていうのを、うん、死にゆく様をものすごく克明に記録に残されて、残っていたりだとか、ね、クレオパトラが毒蛇に自分を噛ませたとか、毒蛇の毒を仰いだって話もありました。それから、まあ、日本だとね、浮田直家っていう戦国武将がね、自分の娘婿を毒殺したんだとか、そういう話が残ってたりだとか、ほうほうほう、あるいは、足利尊氏が自分の弟の足利忠義に毒を飲ませたんだっていう話が残っていたりだとか、まあ、そんな形でいろんな事件で毒というものが出てまいりました。なんですが、うん、まあ、なかなかそこにスポットを当てていくことがないかと思うので、うん、今日はちょっとそのあたりにどういった毒を扱った事件、うん、あるいは人物がいたのかという話ができればなと思っております、はいはい、まずじゃあ毒ってなんぞねと。お、そうだね、そもそも定義づけですか。定義づけですね、はい、もちろん理系と言いますか、あの科学的にと言いますか、うんうん、毒とはこうであるって定義はあるんですけど、うん、ま、今日これからお話しする上での定義ということで、お、イチペディア的定義定義ですかね、はい、うん、はい、基本的には人体に害を及ぼす物質、それを毒と定義させていただければと思う。なので、うん、例えばですよ、毒といってもいろいろあるんです。それこそキノコ、毒キノコなんてね、言いますよね、はい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 、キノコを絶対に食べないでくださいね、自分で取ったキノコですね勝手に入ってるやつとかね、勝手に入ってるやつとかね、ダメだよこれ、あの図鑑で見て食べられそうだからって食べたりとかしたら絶対ダメですからね。ダメなんだね。ダメですよ。おうおう、キノコの専門家の方も、はい、これは何のキノコだなって山で自生してるキノコとかを確実に確定するのって、うん、結構難しいんですから。例えば毒キノコの中でも、うん、本当に10年20年前までは、うん、図鑑とかに食用で載っていたキノコが、実はこれ毒あるじゃんって分かって図鑑から全部その食用っていう記載が全部なくなったキノコとかもあります。ああ、そうなんだ。あるいは、アスベストってのがありますよね。あ、なんかね、一時すごいニュースになってましたね。なってましたよね。建築素材に含まれていて、はいはい、石綿的なものですか。なんか天井とかでよく見ますよね。で、それをこう呼吸器から吸ってしまうと体に害を及ぼすと、うん、なんでアスベストが含まれているものは今使わないようになっているんですけれども、はい、これだってそれが問題になるまでは当たり前のように使われていた素材だったわけですよ。そうだよね、はい、なのでそれまでは毒じゃなかった、はい、ある日突然毒になったわけですよね。ある日突然毒になった。そう、なんともっと言うと、じゃがいも、じゃがいもの目には毒がある、ね、あ、よく言いますね。よく言いますね。あの、うん、昔ポンキッキでもね、そんな歌がありましたけどあれ、目に毒があるって分かるまではじゃがいもが毒だったんですよ。あー、なるほどね、はいはいはい、扱いとしては、扱いとしては、ね、これを食ったからなんかちょっと下したのか、具合が悪くなったんで、これを食ったから死んだんだってことになるから、じゃがいも自体がすごく、あの、悪く扱われた時代っていうのはもちろんありました。なるほど。というわけなので、毒かそうでないかっていうものの境目というのは非常に曖昧です。曖昧だ。なので、あの、このイチペディアは理系の番組ではございませんので、うん、違うよ、どういった毒で化合物がこうでって話はしないでおこうかなと。分かんない分かんない、歴史上の話だから。今日はあくまで世界の毒あれこれみたいなことで話をしていきたいと思っております。そもそも人類と毒の関わり、ものすごい古いです。実際に、考古学の世界で出土したものの中から毒がここに塗られていたであろう木みたいなものとかも出土してきてるので、
残ってるんだ、分かるもんなんだね。そうなんですよ。それが例えばそれで何かを攻撃するための武器だったのか、それはその毒をそこに塗布した状態で保管する、もしくは移動するためのものだったのか、はあ、そういった用途は分からないんだけど、あ、とりあえずなんかここに毒らしきものがあったと、それが分かったみたいなのが出土されているので、いわゆる歴史より前、戦死時代っていうふうに言いますけれども、はあ、その頃から人類毒の付き合いはあったそうです。なるほど。有名なと言いますか、分かりやすい使い方で言うと、弓矢、毒矢、矢についている毒、矢毒、どっちの言い方もあるんですけども、そうなんだね。あの、例えばゴールデンカムイっていう漫画がございます。このゴールデンカムイ、この中に出てくるアシリパさんっていうのがアイヌの方なんですけども、はい、アイヌのアイヌ民族っていうのはこの毒矢っていうのをすごく頻繁に使うというか、その文化の中に非常に根付いていたものなので、そうなんだね。そうなんです。よく使われてた。そう、この漫画の中でも非常にそれが重要な要素として出てきます。なんでこのゴールデンカムイとか読んでる方にとっては、この毒矢が身近な存在に、ね、なってる方もたくさんいらっしゃるかなとは思っております。例えばこのアイヌ民族もそうですが、他の世界各国、いろんな地域のいろんな民族においても、この毒を使ったものというのは、あの弓矢に限らず、毒を使った魚を取る方の量みたいなのとかもあったりだとか、魚を取ってもそれは人体には害がないようにろ過する方法があったりとか。ああ、そうなんだね。ゴールデンカムイにもちょっと出てますけど、毒矢の方も毒で刺さった部分を切り取ってしまえば、その肉が食べれるっていう毒もあれば、刺さってしまうと毒性が強すぎて、もうその動物自体は食べれない、全身に回ってってことだよね。あくまでもその駆除用の毒みたいなこともあります。ああ、なるほど。これはね、もういろんな地域地域によってどういう毒を作っていくかによって変わってくるので、研究されてたんだな当時も。そりゃそうですよ。こういった歴史がいろいろとありました。はい。そして、やっぱり毒といえば、まあ暗殺みたいなところで出てくるのが歴史上多いかなと思っております。そうだね、歴史上の毒といえば、そう、まあ暗殺もしくは服毒自殺かどちらかかなというふうに思うんですけれども、やっぱり暗殺、当然暗殺俺されるなって思う人は、警戒するわけですよ。それを多分歴史上一番警戒に警戒を重ねていた王様というのがいらっしゃいます。はい。これがミトリダテス大王って言うんですけども、ミトリダテス大王、以前ね、世界の英雄10人が預けた時に、ご紹介しました、ハゲの英雄王のカエサル。このカエサルとほぼほぼ同時代神、カエサルのライバルだったポンペイウスっていう人に最後負けるので、はいはい、この人がとにかく毒殺が怖くて、というのも、まず自分のお父さんが普通に暗殺されて、はいはいはい、自分もお母さんから命を狙われて、でなんとか逃げ回って逃げ回って、挽回してお母さんは監禁して、お母さん監禁してそのまま数年後に亡くなり、はいはい、自分の兄弟も自分の妹を残して全員処刑し、妹は自分の奥さんにし、さらに他の国に攻めていった時に対ローマっていうことで燃えてたんですね、ミトリダス。なんでその国にいるローマ人を8万人斬殺したとか、そういう結構ヤバめの王様なんですよ。そりゃあ暗殺警戒しますよ。いつか俺毒盛られるなって。そもそもほらお母さんから狙われるってところから始まるからさ。彼はまず囚人、罪を得たその人たちですね、人体実験の道具にしまして、あら、彼にこの毒をどれぐらい与えたらどういう症状が出るのかっていうのをどんどん記録させていきます。非人道的なことを、はい、バンバンします。で記録残していきます。そして自身も、致死量には至らない毒をちょっとずつ摂取して、毒に耐性をつけていくっていう方法を試します。戦も上手だったんで、どん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 周りを征服して、ローマに対して3回も戦争を仕掛けて、で勝ったり負けたりするんですけど、最終的には負けてしまいます。これで捕まったらもうどんなひどい目に遭うか分かんないから、8万人も殺してるから、そうだね、最後こう、まあ自分でこう毒を仰いで死ぬことにするんですけど、耐性ついちゃってるもんだからなかなかね、なかなか死にきれない。死にきれないね。そう、これならいけるっていう量を飲んだんだけどダメで。ダメだったんだ。そう、結局ダメで。そんな量もダメだったんだね。で、まあ、あのお付きの部下に、まあ、殺してもらうみたいなエピソードが残ってはいます。本当かどうかちょっと分かんないっていうのは、やっぱそれに苦しめられた人たちが多いから、あのこいつにもそういった苦しんだ死を味わってほしいっていう意味で、そういったエピソードが残ったって可能性がちょっと素敵。でこのミトリダテス大王、この人がそのあまりにも毒についての知識を集めて、その毒についての文献をまとめたおかげで、その時代の解毒薬に、その知識から解毒薬ができて、ミトリダティスっていう薬の名前にすらなってます。こんなミトリダテス大王って方が、まあヨーロッパの方にはいらっしゃいました。はい。さて、洋の東西を問わずと言ったので、今度はお隣の中国、あ、はい、アジアの方で、アジアの方ですね、中国では、チンっていう、まあ、鳥がいまして、でこの鳥の羽が毒だって言うんで、その毒の羽をこうお酒に浸せた鎮酒、これが毒の酒ってことで、よくこれが出てくることが多い。ただ、このチンっていう鳥いないんですよ。
これね、多分架空の鳥、なんかの鳥の羽は羽だったのかな。おそらくいろんなその毒の毒草とか、蛇の毒とかを集めて、その鎮毒ってことにして羽に浸して作ってたんじゃないかなと。その鎮の羽を、鎮の羽をはという推察があります。なるほど。あ、まあ、そうかなって僕もちょっと思ってるんですけど、もしくは古代中国にはそういった毒の羽を持った鳥がいたのかもしれない。そう、 なかなか難しいですけどね。あの鳥類で毒があるってなかなか珍しいらしいんですよ。あ、そうなんだ。そもそもがへ、あんまり種類がいない。だから、まあ、あんまり少ないんで、まあ、このなぜその古代中国の人たちが鎮っていう鳥を、まあ、発明したのか発見したのか分かんないですけど、そういった形で毒を一択に集めたのかちょっと分かんないんですけど、とにかく中国ではそういった形で毒といえば鎮みたいな文化が出来上がります。中国は、まあ、なんか悪いことをした、特に偉い人が悪いことをした際に、まあ、処刑されるんですけど、処刑される前に自分で自分の裁きをつける、自裁するって書きますけど、自裁、はあはあ、そういう文化があったんですね。あ、なるほど。でその時によくこの毒を仰いで死ぬっていう方法が使われていました。武漢だと、まあ、それこそ自刃ですね、刀でこうついたりとかしてお亡くなりになる方がいらっしゃったんですけど、武漢じゃなくて文官、まあ、その宰相さんとか官僚さんとか、はいはいはい、そういった人たちはこの毒を仰ぐ方が多かったようで、なるほど。王様がお前悪いことしたから自分で死ねという命令を出した時に、やっぱ処刑をしない文化があるもんだから、剣を送るんです。この剣で自殺しなさいよみたいな、はいはいはい、いう文化があって、でどん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 それが文化がこうどんどん形式化していって、はあはあ、その死者が来ましたっていうだけでじゃあつって死ぬっていう人が現れたり、もっとすごいのは死者が来たっぽい音が玄関の方でしたタイミングで毒を仰いで死ぬみたいな人が現れたり、気が早すぎるみたいな、ルールにのっとっていくとどんどんそういう新ルールが生まれるみたいな、ちょっと不思議な文化がこの毒については中国で生まれていたりとかしています、はい、日本では、日本意外と毒殺とか服毒って少ないイメージがあります、でもなんかあれだよ、藤沢秀平さんの武士の一部、あれも ね毒味の仕事をされてる方のお話だったりとか、そう、毒味っていう言葉がねやっぱりあるぐらいだから、はい、自然に何とも分からずに毒の成分を取ってしまうみたいなことはありますから、誰かが恣意的に毒を与えた、それこそ武士の一文だとあれ確か貝の毒かなんかで失明してしまうんですけど、はいはいはい、責任を取って当時 の, そのお料理番なんかは切腹かなんかするんですよね、はいはいはい、あれは別に本人がわざと入れたわけじゃないけど責任を取る必要があったと。そういった毒味って役、これは洋の東西それこそ問わずにいろんな宮中で設けられている役職ではありました。むしろ日本でこの毒の話をするならば、おしろい、昔のおしろい、それこそ戦国時代から江戸時代のおしろいって、鉛が含まれているおしろいが多かったんですね。なるほどね。鉛だとこう波形の伸びが良くたり、はいはい、より白く見えるみたいな要素 で、はあ、でそれが皮膚から取り入れられて、はあ、毒が溜まっていて炎毒って言いますけれども、はあ、まあ、体を蝕んでいった。でそれが顔だけじゃなくて、はあ、こうはだける場所、はあ、この胸のあたり、はいはいはい、首あたりとか、はい、もう塗ってたんで、ね、これは乳幼児がそれをこの要するにお乳を飲む時に一緒に鉛の毒も吸い込んでいったんじゃないかというような考察も今生まれているそうです。当時の子供 の乳幼児の出生率、それからその後の成長率が悪いみたいなのはここにもちょっと一因があるんじゃないかというような考察があったりとかするんですね。炎毒はこう日本だとおしろいですけれども、当然ヨーロッパでもおしろいでその炎毒はありましたし、あ、そうだったんだ。そう、ヨーロッパは今度はワインを飲む時に鉛のグラスを使うと味がまろやかになってうまいみたいな文化が一時期ありまして、でまさかそれが溶け出すなんて当時は知らないんで、はいはいはい、ワインって酸性なんでね、あ、はい、酸味があるじゃないですか、酸性なんで鉛が溶けるんですよ、溶けてるったんだね。そうで、それでどんどん飲んで鉛が溜まっていくはい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 、だ酒飲みは体悪くするんだけど、うん、それは鉛の影響もあったみたいな、あ、違う影響だったんだ、ね、そうとにかく体に悪いみたいなはいはいはい、はいはい、そういった文化があったりとか、あ、というわけでいろんな洋の東西を問わずいろんな毒文化っていうとあれですけれども、はいはいはい、知らず知らずのうちに摂取するものもあるんだよというような話を最後にさせていただきました。はい、もしかしたら今我々が取っているものの中でも10年後20年後100年後には毒だったんだよというものがあるかもしれません。まあかといってね、全てを疑って生活していくわけにはいかないので、まあ、気をつけながら健康に気をつけて生きていくしかないんですけれども、はいはい、歴史と毒っていうのを調べるとこういった現代の生活にも直に結びつくものがたくさんある、はい、そういったところを覚えていただければ幸いでございます。はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、さようなら。